ズマシンを求めて旅に出た女性がいます。携帯で未来の写真撮ってきましたと。おお、その写真が、その写真がこちらです。おお、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。だから、あ、2回目は厳しいな。どし、はい、2回目、高尾のどし、高尾のどし、透明か、とても興味深い都市伝説を持ってきました。おお、人類の希望ともいえる都市伝説、その名は美咲優太。やめろやめろお前。映画はお前2日でフォロワー40万人。誰それ。タイムトラベルです。おー、来たー、ドラえもんだ、ドラえもん、ドラえもんじゃない、ドラえもんだ、タイムトラベルということで有名な話が一つありますので、それを一つ紹介します。まず、世界で有名な、もう一番有名な物理学者と呼ばれているホーキング博士という人、 AI が将来ね、ゆくゆく人類を滅ぼしてしまうのではないかという AI 脅威論を提唱した人物として有名なホーキング博士でございます。 AI ね、めちゃめちゃ面白い実験を行ったことで有名ですね。未来人を歓迎するパーティーを仮に開いたとしたら、なるほどね、未来人はもう私ほど有名な人物だから絶対会いたいに決まってると言って、未来人のための歓迎パーティーを開いた人物でございます。これで来るはずだってなったんだけど、結果誰も来ずということで、未来人はタイムトラベルは不可能だって言った人物なんですね。まあ何が言いたいかっていうと、世界で最も有名なこの物理学者が大々的に実験をしているっていうことと、それに対してこういろんな意見が湧き上がるっていうことは、もはやタイムトラベルっていうのはもう映画とか空想の域をもうね超えて現代科学の意思として捉えられているというわけなんですよ。あ、なるほどね。前は理解してるけど後ろを理解してるわけはずっとくすくす笑ってる。空想の世界ではないこの時代にですね、タイムマシンを求めて旅に出た女性がいます。その女性の名が、ハワイに触れてんじゃん、一文字も合ってない、美咲優太、違う違う違う性別っぽい、性別っぽい。その女性の名が、はい、ベラという、ミシカ、何をしたのかっていうと、 YouTube で私は西暦、え、何、めっちゃ女の人の声聞こえたけど、え、ベラベラ、え、ベラじゃねえ、結構でかかった。マジだ、全然聞こえない、なんも、なんもだよね、絶対聞こえてると思ってた、嘘。 YouTube で私は西暦3800年から来ましたっていう動画を出した人物なんですね。これの YouTube、その今でも閲覧可能ですね。ベラという女性がその動画を出した理由としまして、このまま黙っていても意味がないと思ったからと。この発言からして、まあおそらく未来は多分人間にとってバッドエンドなんだなっていうことが大体予想できますね。続いてこのベラという女性、どのようにして未来へ行ったのか、経緯についてなんですけれども、はい、このベラという女性は2005年にね、もともとそのタイムマシンというものに興味があって、もう世界中を渡り歩いていろんな人から情報を聞いてったら、この人の母国アルバニアにタイムマシン所有者がいるという情報を入手したんです。アルバニアに帰国しまして、うん、コズロフ氏というね物理学者と、コズロフ、コンタクトを取ることに成功します。コズロフ、コズロフです、氏、コズロフ氏、何々氏の氏です、いらねえだろ、ふざけ氏つけた。で、この人と話しているうちに、なんとこの人がタイムマシンを作ったということが判明するんですね。コズロフが、そう、コズロフがタイムマシンを作ったと。私の家の屋根裏にタイムマシンがあるから、ちょっとベラちゃん見るかみたいな、え、見たいです博士みたいな感じで屋根裏行ってタイムマシン見ますと。そのタイムマシンというのが、ぱっと見ただの椅子だったらしいのよね。金属製の椅子で、結構ケーブルが繋がられててみたいな。で、椅子のここら辺になんかボタンがあって、このボタンを押すとなんかその時代に行けますみたいな。でもうさんくさいじゃん、ぶっちゃけ、うさんくさい、うさんくさい上に、そのただの椅子だったことからベラ結構失望するんですよ。なんだこれと。で、博士がそれを察して言うんですね。私が未来に行った時に思ったことは、本当にターミネーターみたいな世界だったらしいんですよね。なんでそれ、スカイネット
どっから声出したの。なんだ今。至る所がそのなんか廃墟みたいな感じになってて、無人のロボットみたいなのがこうふわ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 浮いてたりとか、人々はもう衰弱しきってて、もう遺体がもうそこら中にあるみたいな。そんなに言うんだったら未来に連れてって証明して。そうだそうだそうだ。ということで、じゃあ金属の椅子座りなさいと。はい、で座ってこのボタンを押した瞬間に強い電流がバッて感じたんだって、はい、うん、その瞬間にウッてやって、もう目を開いた瞬間にもうまさにそのターミネーターの世界が目の前に繰り広がっていたということらしいんですよ。そう言ってるんですよ ね、まあ、ね、全然人間がいないらしいんですね。ほともゼロゼロではない、シェルターみたいな、なんか逃げるとこみたいな、そう、そういうところに人がいたりとかはしたらしい。ベラはたまたまその生きてる人間と遭遇できて、うん、シェルターに来るよ、シェルターにお前危ねえから来いみたいな感じでシェルターにいたらしいです。ステイしたらしいです。へー、ステイで、ね、結構嘘じゃない。そうね。椅子はじゃあどこにあるのって感じ。椅子は現代に残ったままで、未来に行くときに人間とポケットにあるものと服、これが同時に未来へ行くことができると。50分か60分か経ったらオートで戻ってくるらしいんですよね。ハイテクすぎね。まあ嘘ですね。まあね、楽しそうじゃん。全部ベラが喋ってるだけなんで。というわけで携帯を持ったままその未来へ移動できるんです。だからこの人、はい、携帯電話を持っていたわけです。おー、うん、おー、取れるじゃん。来たか。それはもうね、激アツ。はい、ベラもね、もう口だけじゃ誰も信じないということで、それは証拠を用意したわけなんで、携帯で未来の写真撮ってきましたと。おお、その写真が、その写真がこちらです。おお、この写真です。唇、口元だけ自撮りで、このこの右側、この街、ね、街、これこれ街っていうか、まあね、もう廃墟みたいな、もうこのでかい塔みたいなやつは、そのなんかロボットが建てた塔みたいな感じだね。スカイネットみたいな感じだね。ターミネーター風にやればね、振り向きざまに撮ってるみたいな感じ。そう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 、それだけじゃかけるね。まあね、ちょっとなんで動画で撮らないんだって話なんですよ。なんで動画で撮らないんだって話なんですよ。なんで動画で撮らないんだって話なんですよ。これもまあベラが喋ってることなんで、まあどうだかどうはようわからんねんですけど、シェルターに逃げまして、そこの人間に聞いたんだって。え、何してんのみたいな。おう、すげえラグすぎ。ラグすぎ。そしたら、この時代はまず西暦3800年だって、その未来人が言ってて、この3800年ってこの時代に人工知能がなんか暴走を始めてしまって、世界的に有名な都市とかをもう狙って破壊するようになっていたと。その教えてくれた人はさらに未来からやってきた人間だって言ってたんですよ。さらにベラが2000年代と、うん、で3800年代行きましたと、うん、このお話を聞いた人物がさらに未来の人だったと。だからこの未来の人がわざわざこの時代に戻って機械と戦いに来たって言ってたんですよね。西暦3800年はギリ人間が生きてるんだけど、さらに未来人の人は本当にヤバい状態。ごくわずかに、マジでもう人間もうほぼ壊滅状態みたいな、はいはい、それを少しでも阻止するためにこの3800年に戻ってロボットと私は戦ってますと。そう言ってたらしいですね。でもなんか人類はいつ滅亡しますか。知っていたらお教えしますよ。そうすれば一緒にアイスクリームを食べたり渚を走ったりして充実した最後の一日を過ごせます。なんか怖くない？何最後の一日を過ごせますか。シリもだって人工知能だもんね。う、違う説になってきた。なんか変わったみたいな。シリの陰謀論みたいな。50分経ちまして現代に戻ってきたベラなんだけど、最初のうちはね、もうこのことは一切口にするなと博士に言われたらしいんですけど、めっちゃ喋ってるじゃん、世界中に話してるもん。世界中にもう拡散しちゃってるじゃん、だからベラ自身も最初のうちは本当に隠し通そうと思ってたんだけど、黙り続けてるうちにこのままじゃいけないって思ったらしいのよね。 AI が脅威になるという説が結構いろいろ浮上している現代だからこそ、この動画を出すことによってもっと危機感を持たせようということで、この動画を発信したらしいんですよ。ホーキング博士の AI 脅威論だったりとか、ベラがこの世界中にこの事実を拡散しているということから、もしこれが本当だった場合ですよ、人類にとって最悪な未来が待ち受けているのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。今日はいかがでしょうか。いいでしょう。おー、
とこなんですが、はい、僕は違った角度からしてまだ皆さんにね補足することがありまして、タイムマシーンのこうしたら作れるよっていう方程式もう完成してるんです。設計図みたいなのはできてる、もうできてる。それによるとなんかブラックホールのなんかその吸引力とか、あーなんかね、そういうのを使ったり、光の速さのさらに何千倍みたいな、半端じゃないいろんな要因を使うんだけど、一応これができたらもう時を飛んでもおかしくないっていう、時を超えてもおかしくないっていう式はもう成り立っているんです。おー、この都市伝説の動画すごいね、なんかゼミの発表会みたいな。めっちゃ難しい。基本的にゼミの発表会はあのウマヅラ8がやってるから、はい、ゼミ系はウマヅラがやってる。もう少しラフなのは ST がやっている。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。人類はいつ滅亡しますか？見当もつきません。ただ始まりのビッグバンと違って消えるようになくなるそうですよ。消えるようになくなるそうですよ。怖い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 な。言うことが全然違うもん。何パターンだ。意思持っちゃってる。意思持っちゃってる。ほら